バハルダールのリゾートホテルバハルダールはエチオピア北西部のアムハラ州の州都。青ナイル川の源流の棚湖の南岸に位置する。2002年にはユネスコの平和都市賞を受賞した。首都アディスアベバから約 578km 北北西に位置する。2015年の人口は24万3300人。16世紀から17世紀、バハルダールが誕生した。 スペインハプスブルク朝出身の建築家のペドロ・パエスが活躍した。19世紀中盤、テオドロス2世が軍を駐屯させたが、兵士の間でこれらが流行したため、ベゲムデルに移動させた。1937年4月23日、第二次エチオピア戦争の中で、イタリア王国軍がゴンダールからバハルダールに進軍し、占領した。 1940年10月21日から22日、イギリス空軍がバハルダールを空襲した。1941年4月27日、イタリア王国軍が撤収した。ハイレセラシエ一世の宮殿の一つがバハルダールに位置し、戦とも考えられていた。1961年6月15日、バハルダールの 3km 北で、 青ナイル川に226メートルの橋が架けられた。1963年、ソ連が290万ブルをかけて技術大学を建設した。農業機械、産業科学、電気、木工、加工、繊維、金属線工が設置された。1988年5月、エチオピア内戦の中で第三革命軍の603兵団の本部が置かれた。 1990年3月3日から4日、第三革命軍はバハルダールから撤退する際に近くの橋を爆破した。その後エチオピア人民革命民主戦線とデルグが占領した。2007年1月6日から9日、国立投資市場及び貿易祭が開催された。 バハルダール近郊のナコの教会の壁画ーズ語で、礼拝を行うエチオピアカトリックの大聖堂がある。ダム建設前の青ナイル滝バハルダール空港入り口。ありがとうございます。